航空機から見た、清水港上空から見た、清水港と富士山清水港は、静岡県静岡市清水区にある港湾。港湾管理者は、静岡県。港湾法上の国際拠点港湾、中核国際港湾、さらに高速法上の特定港にも指定されている。神戸港、長崎港とともに、日本三大美港の一つ。清水港は、富士山を仰ぎ、 三保の松原に囲まれた美しい港で外国船員の人気も高く長崎、神戸とともに日本三大美港の一つに数えられている。このためクルーズ客船の寄港も多い。またその景観を活かして近年は市民の憩いの場及び観光の場として公園やヨットハーバー及び大型観光商業施設等の施設整備、さらに 港色彩計画により、富士山など周囲の景観に調和する青を基調とした港湾整備も進められている。日の出布島付近には城壁をイメージした自然石の回廊を排した公園も整備されている。貿易一辺島の港から観光港としての比重が高まっている。現在、横浜港、名古屋港といった国内一にを争う。 大港湾に挟まれ厳しい競争にさらされている。これに対し、海外定期航路のさらなる誘致、コンテナターミナルの拡充、整備をしつつ、24時間に役体制、港湾利用料金を5台港以下とするなどの努力により、荷主の利用拡大を図っている。また、内陸や日本海側に通じる中部横断自動車道の整備が進められているため、山梨県、 長野県方面の荷主の獲得をも目指している。六百六十三年、大和の国の救い進む露玄君神賢治万余りを率いて海を越えてくだらに至らむ。これが清水港が支所に出てくる最初である。戦国時代の16世紀には駿河に侵攻した武田氏の水軍基地となり、その後徳川家康も水軍の拠点とした。また、 寸府城の築城や補修の資材が清水港から共江川を遡り運搬された。江戸時代に入ると、駿河をはじめ買い、信濃の江戸幕府領地からの年貢が藤川沿いの鍛冶川菓子、岩淵が市に集められ、ここから清水港に送られ、大型船に積み替えられて江戸へ改装された。また、赤郷の塩など西国から江戸への物資の中継基地でもあった。 明治に入り、幕府より許可されていた海鮮トンや42件の特権が剥奪されると、一旦は錆びれるが、1899年に開港上に指定されると、茶を扱う外国商社が多く置かれ、第二次世界大戦前は茶の主要輸出口として栄える。戦後の1952年に特定重要港湾の指定を受けるとともに、 静岡県の産業発展を背景に、清水港も規模を拡大し、現在では二輪自動車、自動車部品、機械類などの輸出港として、また防気サイト、液化天然ガス等の輸入港として、国際貿易港としては、中数国際港湾に次ぐ位置を占める。紅茶の輸入量は、日本一である。1984年4月1日に廃線となった。 国鉄清水港線の清水港駅跡地に官民共同のウォーターフロント再開発事業の一環として1999年10月8日にエスパルスドリームプラザが開業同時に隣接した沿岸部には清水マリンパークが整備されるその後周囲は段階的に拡張整備が行われている2017年7月26日には国土交通大臣により 公安法第2条の3で定める国際旅客選拠点形成公安に指定されている。2018年6月、JR 清水駅東口広場から清水市場下市の市にかけてのエリアが港アシスに登録。JR 清水駅東口付近にある清水市場に併設されている商業施設清水市場下市の市が少し南方にある 商業施設、エスパルスドリームプラザと並んで、清水港の観光の目玉となっており、清水駅、東口広場とともに、港をアシスとして登録されている。清水駅、東口広場では、毎年10月に、清水港マグロ祭りが開催されている。清水港の日の出地区における、商業施設、エスパルスドリームプラザ以外の各種の静岡県の公共施設は、 日の出ドリームパークとして県から委託された各指定管理者によって管理、運営されている。なお、2006年3月まではテクノスーパーライナー希望が清水港と下田港を結んでいたが廃止された。ありがとうございます。